はい、クジラガレージです。いつもたくさんのご視聴本当にありがとうございます。はい、今日はというか今回は先輩のガレージ、カオスガレージにやってきました。トラクターとかね、パッカーとかいろいろ置いてある倉庫です。で、このウィングモア先輩手こずりよったなけど、あのリコイルスターターはさすがうまく直せよったわな。うまいこと直しきるんやな。ガソリンが漏れ落ちよったな。まあ、とりあえずちょっとキャブを見たいな。キャブから漏れよんのか、なんかこの辺ちょっとホースから漏れよんのか、ホースがちょっと怪しいけど、このホース持ってないもんな。これすげえな。こんなん触ったことねえんやけどな。キャブはどこか。キャブこれか。とりあえずバラすか。バラさんことには始まらん。これはいかん。これはやばいな。フィルターが悪いな。これはガバナやな。大丈夫かこれ。アクセルかこれ。これはっていうやつやな。結構複雑ぞ。そうね、キャブレターはね、慎重にばらさんといかんので、明るいところに持ってきました。まずフロートが生きてるかどうか調べたい。オーバーフローしてる可能性があるんよね、燃料漏れは。こんなん一回バラしてもう一回組み直せばしっかりと動き出すことがあるんで、こいつがね、これが燃料がいっぱいになった時にこうやって上に上がらんといかんねんけど、それが上がってなかったりするとこう溢れたりするんやけど、ああ、これどうやって止まっちゃうの？取れんなこれ。よいしょ。これ取りたいんやけど、取れんな。
輩のやつどこ行っちゃうの？海地クラス。俺は飯も食わんで、先輩のウィングモアを修理しようのに。どうやったかな。これ、向きあったっけ？気が分からん。まあいいわ。よいしょ。忙しいな。忙しいわ。うん。うん。くる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 の専用の内張りに。ああ。ピシャッとはまったわ。ああ、なんで部品があったの？あったあった。ああ、そうなの。ああ、ちょっとお土産があるんだ。お土産？うん。なんこれ。タオル。ナナちゃん、花ちゃんの布団。寒いかろうと思って。俺のじゃねえの。花で、花にクリスマスプレゼント。これ あ、それしときな。花にやんなよ。寒いじゃん。あ、わけわからん。くしゃくしゃくしゃな。あれがいいんじゃない？え？花ちゃん。花にクリスマスプレゼントで。クリスマスプレゼントもらったよ。もらったよ。よかったな。よかったな。いい。よかったよかった。少ししときな。ちゃんとこう。ここもいいですね、今日は。え？はい、どうぞ。あ、食い散らかすな。また食い散らかすわ。あとちょっと、ケーキこっち来たっけ、ケーキこうや。あ、そうな、俺も今日な。うん。顔がどうじゃん、こげん、大きいやつ。大きいのいらん。あれも。俺もう3カ所でケーキ食わなきゃ。毎年、クリスマスは大型なんで。あ、コンビニスイーツちょっと食おうや。はい、コーヒー。おお、さあ、ありがとうございます。美味しいな。飲んじゃうもん。飲んじゃうもん。はい、飲みな。あ、そうなの。もう冷えしもだわ、抜き方けど。え？いつまでだって買いちくらずに。大きいの食えれんけど。うん、いや、もうカップ、カップなカップがなかったの。これはファミまで。はい、食いな。ファミまで。おっさん二人でクリスマス、クリスマスだ。え？これちょっと寂しいな。どっちがいいんだ。どっちでいいんや。好きでもそれいいんや。え？どっちに好きでもそれいいんや。モンブランとチョコケーキ、こんまこ来なかったかな、あれ。こっちにしようかな。うん。いいな。いいで。うん。じゃあこっちもらおう。うん。美味しいな。ありがとうございます。美味しいな。口ちらんままだ。開けちょらんままだ。あるの早くいないよ。うん。はい、ちょっと先輩が帰ってきたんで作業は中断したんやけど、再開します。さあ、キャブをオーバーホールして、エンジンがかかるかどうかっていう話やな。とりあえずちょっと開けて。
疲れた。お疲れ様でした。何でした？ベルトだよな。ベルトな。ベルトが怪しいな。わからんけどな、ハンチングするのがベルトが何の関係があるのか、ようわからん。負荷がかかると、ちゅうことやな。うん。だけど、キャブとかは問題ね。燃料漏れちょっと後でまた様子見ちょって。ああ。今、コーク開けた状態やけ。うん。漏れをやったら、多分ホース。ああ、ちょっとホースがちょっと怪しい。ああ。けど、そんな別に、そこまでそのカチカチじゃなかったっけな。ああ。まあ、まあ、様子見ちょっと。ありがとうございました。うん、うん、いい、うん。エンジン一発でかかるんやけどな。エンジンかかるやろ。かかりはいいな。うん。かかりいいんや。ちょっとなんか、でも、力弱い気がすんな、あの、仮バイ入れた時。力弱いよな。あげえ、仮切らんってことはねえわな。ああ、力弱いよな。あれじゃちょっと仕事ならんわな。うん。たぶんベルトをちょっと。ベルトやな。あの、今度は、あっこ蓋開けて、ベルトを全部サイズを見て、うん、新しいベルトを、俺が手配するけん。ああ。で、ちょっとやってみるわ。そうやな。うん。うん、それ以外ねえわ。なあ。うん。力弱いよな。うん、あれじゃ。あれは、ビーバーの方がええわ。ああ、全然回転ない。ダメやわ。アクセル全開であんなもんかな、回転数。もうちょっと行きそうな気がするけどな。あげもんかな。どれだよな。俺今日初めてそこだ。ああ、そうなの。うん。あ、まあいいや。まあまたあの、はいはい、ウィングモア、引き続き、僕は面倒見ます。ありがとうございます。ほんで、すみません。いい。うん。ケトラはちょっとまた今度な、するわ。ああ。まだついちゃうやろ。え、バンバンついちゃうよ。ついちゃうね。ついちゃうがいいわ。大型ついちゃう。だいぶ隙間が広がってきたね。ああ、今度君ちょくわ。いや、うん、はい、以上で。はい。終わりました。ありがとうございました。はい。まあまた、あの、機械は今から、暇やったら、ちょこちょこな。はいはい。メンテナンスした方がいいな。あれ、洗わないかんで、ね。洗わないか。使った後な。うん。あと水洗いしようかんと。うん。やっぱ悪いわ。うん。うん。グッドボタンしてくれんかな。俺がいい、うん、俺がいい、うん、今日どうもありがとうございましたおかげさまでキャブの調子は良くなってるわけ。カブはどげない？いいやろ。カブバリバリや、いいやろ。あ、いい。お色もね、練り物しろやろ。あ、しろやろ。大丈夫、大丈夫、ありがとうございました。はい、と、はい、いうことで今日はウィングモアの修理メンテナンス点検じゃん。点検一応点検、まだ修理までには至ってね、至ってないけど、うん、やっていただきました。はい。もしよろしければチャンネル登録。グッドボタン。グッドボタン。え？これでよかった？あ、いい。そうなの？まあいいよ、なんで。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。はい。これで、今回の整備3部作は終わりになります。はい。以上です。はい。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。